あんな聖書に住まわせたんだ。うんうん、それで？それから…うん、あとはよく知らない。え？お前も知らないのか？もしかして、コレイはスメール人じゃなかったり？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし、話しにくいのか？もしそうだったら気にしなくていいぞ。いやいや、違うんだ。隠すつもりはないよ。それに、お前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。その、お前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃、私はアンバーにいろいろ助けられて、彼女が私を変えたと言っても過言じゃない。アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて、正義感が強いんだ。行動力はもちろん、思いやりにも溢れていて、いつも人のため炎みたいに輝いてる。私から言わせれば、彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は、最初にアンバーに出会う、彼女の熱意に触れて、あの土地を好きになるんだ。ああ。うーん。偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど、お前が本当にアンバーを好きなことは十分感じ取れたぞ。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かって、なんだか親近感が湧いたぜ。でも、なんでオイラたちがアンバーと知り合いだってことを知ってるんだ？ああ、実はスメールに帰った後も、アンバーとは手紙でやりとりしてきたんだ。手紙には、モンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間が、その危機からモンドを救ってくれたこととかも書かれてた。だから、昨日はお前たちを見た瞬間、すぐに分かったんだ。でも、あの時は旅人が昏睡状態から目覚めたばかりだったから、言わないことにした。そうだったのか。ああ、だから安心してくれよ。お前たちのことは、絶対信じ